はい、青春姫路隊長アワです。今回紹介する商品はゲームエンディングサクサク読みしますパート3ですね。これもシリーズ化してるので皆さんぜひね、まだ見てない方はパート1、パート2、今後もねこういった動画続いていきますのでぜひチェックしてもらえたらと思います。まあまず一番最初、今回はドラゴンクエスト2ですね、最後のエンディングまでお見せしたいと思います。しかしながらね、ドラゴンクエストシリーズでは自分は 1,2,3 ぐらいまでしかやってないんですが、2が一番個人的に好きでしたね。やはりこうロールプレイがあんまり得意ではなかったので、あまり長いのも結構しんどくて、ちょうど2ぐらいで、まあ3人ぐらいのパーティーでやるのも分かりやすかったですし、あまりメンバーが増えたり職業が増えたりっていうと複雑すぎて、個人的にはちょっと向かなかったので、ドラゴンクエスト2ぐらいが一番好きでした。ただね、このドラゴンクエスト2はやっぱりこう復活の呪文がかなり長かったのを記憶しています。その辺で結構大変だったんですが、まあまあ最後の呪文なんかをかなり長く持ってたのを覚えています。で、これが今度ドラゴンクエスト3ですね。3は結構ファミコンブームの全盛期みたいなところがあって、まあ、社会的に問題になってね、学校を返上して並ぶ子供たちが親がいたりみたいな感じで、なかなかゲームソフトが手元に入るまでにね、予約をしてた方とか抽選になったりとかなり激戦だったのを覚えてます。で、自分もね、そんなに早く手に入れられたわけでもなく、まあ友達がね、手に入れたその家に行って見に行って、別にロールプレイングって一緒にやるもんじゃないんで、基本その子がやってるプレイをただただ見てるような感じではあったんですが、十分それでも楽しめたのを覚えてます。そういった感じでやっぱ現在と違ってね、この程度の画質のこういうソフトでも当時はやっぱ画期的に感じましたし、非常にワクワクドキドキしました。で、最後のキャラクターもね、やっぱそこまで行くまでには結構苦労と時間がかかったのも覚えていますし、未だにね、このなんか懐かしい音とともになんか蘇ってくるものはあります。で、この辺もね、あとエンドロールが流れて、あとまあ各ね、その伝説が始まったということで、各都市ですかね、各町がこういう感じで紹介されていきますね、場所が。それぞれ立ち寄った町だ、お城だっていうのが、スタッフさんと名前とともにこう演出として出てくるようなエンディングになっています。で、これも結構長いんですよね、ドラクエの3というと。で、まあ、ドラゴンクエスト関係はね、やっぱそういった感じで当時、まあ、1、2、3まで自分はやったんですが、まあ結構好きで、まあとにかくやっぱキャラクターデザインが好きで、ハマったのを覚えています。で、またね、そのドラクエだけに限らずね、そういった王道なゲームって言うと、今回のゲームエンディングの方には、あまり動画として撮ってないかなっていう印象ですね。これで次、スパルタン X ですね。これは横スクロールのアクションなんですが、かなり単純で、かなり初期の方ですね。ファミコンにしてもかなり昔のソフトで、まあ本当に、やり始めた頃のソフトと言っていいかと思います。これも非常に単純なゲームではあったんですが、まあ当時ジャッキー・チェンの人気もありましたし、スパルタン X 自体のやっぱりこう、人気もあったので、結構持ってる子も多かったですね。で、次はこれファザナドゥですね。まあ、ザナドゥっていうのがね、パソコン版で結構人気があった、まあ、アクションロールプレイングみたいな感じがね、ファミコン版としてここで発売されて、まあ、当時パソコン版ではかなりの人気があったんですが、ファミコン版ではそんなに人気があったような印象はないんですが、まあだいぶ印象も変わりましたしね、パソコン版に比べたら。そういった感じで、ね、いろいろゲームをやって、これで、帰ってきておしまいで、今回はこれでおしまいになります。今回もご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。またおすすめ動画も貼っていますので、そちらもチェックしてみてください。